こちらがローソンになって、そしてですね、農場公園が見えてくることになるんですね。まあ目的はですね、大宮神社ということになりますので、まあ中には入りませんで、まあ一部ということですんですが、その向かい側の方が豊里のバス停、いわゆる上新庄 JR 吹田方面のバス停なんですね。ではちょっと農場公園を見たいと思うんですが、入ってくるとですね、時計があって、ブランコと鉄棒、そして奥に行くとですね、ベンチがあります。そして右手の方にですね、動物系の遊具があって、山の形をしたシールドの遊具、そして小さな砂場という構成で、ゴミ箱の方がですね、置かれてあるんですね。そしてですね、このように東ロアークの花、拳がですね、描かれているんですね。初詣の上りが立っているんですが、大宮神社の方へと入ってきました。まあ、やはりですね、こちらの方にも手洗い、消毒、そしてですね、ソーシャルディスタンスの上りが掲げられているんですね。そして境内の手前の方にもこのような上りがですね、何個か置かれてあります。区役所からだいたい30分ほどでですね、大宮神社についてお参りをさせていただいたんですけれども、その大宮神社を後にして、大阪市営の大老南住宅のあたり、そしてですね、マンションのですね、立ち並ぶ一角の道路を歩いてくることになります。で、ここから大宮神社を後にして、大隅神社へと向かってきます。この大道南住宅なんですけれども、こちらがですね、13階建てになっていてですね、1号館も9階建て、そしてですね、3号館の方も11階建てということで、大道南地域のですね、最大級の市営住宅ということなんですね。この市営住宅の中にはですね、一時利用のですね、駐車場もあってですね、月決めでですね、止めることもできるようなんですね。その大道南住宅を過ぎてくるとですね、右の方に曲がれば大道南小学校の方へ行くことになるんですが、この道をですね、ほぼ直進する形で進んできます。本当にですね、今日は青空が非常に澄み切っていてですね、まあ風もですね、そんなに冷たくはなくてですね、歩いてくるとですね、やはりポカポカな陽気になってきますよね。実はこの道路なんですが、かつてですね、赤バスの東淀川東ループ、そしてですね、南ループでですね、走っていた路線の一つなんですよね。そこから右に曲がると、奥に大道南小学校の校舎があるんですが、ここから大道南2丁目の住宅地の中を歩いてくることになります。70メートルほど手前からですね、こうやって緩やかにですね、左の方へとカーブしてきているんですね。そうすると左手の方には大道公民館、いわゆる集会所が見えてきてですね、そしてその公民館の奥の方へと進んでくるとお寺が見えてくることになります。これが円城寺ということになります。すなわち大道南3丁目の方へ入ってきたということなんですけれども、そうすると右手の方に公園が見えてきます。こちらがかつて赤バスの名前にもなったという大道北公園となります。園内に入ると右側の方にベンチが3つあって、健康遊具が揃っているんですね。3つあります。そしてベンチがあって出口があるんですね。これが住宅地側になります。そして休憩場所があって、手洗い水道、そして時計台があるということなんですが、この大道北公園はですね、遊具類はこの健康系もので、遊びのようなですね、遊具、コンビ遊具などは置いていないんですね。このようにですね、真ん中の方がですね、まあ、小さいんですけれども広場になっているという構成ですね。ここからですね、歴史の遊歩道がですね、始まってくるんですね。いわゆる大道南側からですね、始まってきて、大道の方へと伸びてくるということなんですけれどもね。そして左手の方にですね、市営住宅、大道住宅を見ながら進んでくることになります。右手の方には大道小学校の校舎が見えてきました。そして奥に行くとですね、大道中学校の校舎が見えるんですけれども、そこの手前のですね、交差点、信号のないところがあるんですが、そこで右に曲がることになります。こ
ここでですね、2本の道に分かれることになります。ここから直進してくると遊歩道の方へとですね、向かってくるんですが、ここから右へ曲がります。そしてですね、大道中学校の校舎を見ることになります。そしてですね、今その奥ですけれども、今新しい校舎の建設が進められているようなんですね。まあ、大道小学校の方もですね、校舎の方がですね、増築されて、大道小学校、中学校ともにですね、校舎の雰囲気がガラリと変わった印象ですね。その大道中学校を右に見つつ、住宅地を左に見ながら進んできます。もう間もなくすると大隅神社に着くことになります。こちらが大道中学校の正門になります。その上の方にですね、第8期の生徒会がですね、制作した校章の絵が描かれているんですね。まもなく大道中学校からですね、右から別れを告げることになって、そこから右へと曲がってきます。そしてここからですね、進んでくると大隅神社のですね、姿を見ることができますね。大隅神社の手前にある大隅公園に来ました。そうすると手前にですね、コンビニがあって、奥に休憩場所、そしてさらに奥の方に行くとブランコに鉄棒滑り台、左の方に向けると一人掛けの椅子が座れる休憩場所があって、ブランコに柵のついた砂場に滑り台地、小サイズですね。そして水飲みできる手洗い水道という構成でですね、本当に広々とした公園になっているんですね。大隅神社の境内に着きました。まあ、三が日が過ぎたとあってですね、このように左右の方にですね、このように臨時のですね、テントをですね、設けられておみくじなどが用意されていたんですが、まあ、過ぎたということでですね、非常に閑散としている雰囲気ですね。さて、大隅公園からですね、結果の方をご紹介したいと思うんですが、東淀川区役所前から正面ですね、大宮神社を通って大隅神社ということだったんですが、その長距離がですね、時間にして48分36秒、距離にして 4.29 キロ、5847歩の428キロカロリーということだったんですけれどもね、まあ、大宮までも大体30分ほど、そして大宮からですね、この大隅神社のですね、神社間もですね、大体で18分程度でですね、行くことができて、まあ、大抵はおよそ20分で行くことができるというコースなんですけれどもね、まあ、その近くにはですね、この大隅神社の近くの大隅公園、本当に広々としていてですね、家族連れの方がですね、遊んでいる様子がですね、ご覧いただければと思うんですけれども、そうするとですね、先の方に進んでくるとですね、まだですね、その白の実みたいなんですけれどもね、このようにですね、白の実がですね、いっぱい植えられていてですね、暖かくなるとですね、花びらが開いてですね、まあ少しずつですけども春のですね、訪れを感じてきそうですよね。まあ、2021年は新型コロナウイルスによる影響、感染のですね、拡大をですね、危機するという状況の中で始まりはしたんですけれども、まあ、やはり神社もですね、まあ、三が日を過ぎてですね、非常に閑散として空いてきたという印象を持たせられますよね。今回は東淀川区役所前、本庁正面前から大宮神社を通って大隅神社までを歩いてきました。